こんにちは、技どころポンのかなこです。なかなかお家から出られない人も多いと思うので、今日は技どころポンの店内を自撮りで紹介したいと思います。商品は通販でも販売できますので、どうぞ気軽に楽しんでいってください。今ちょうどお店の前のお花が満開になってます。開店の時にもらったお花です。今こんな感じの店内になってます。特集を先週から組み始めまして、春の香り、陶芸とアロマとフレッシュハーブが届いてます。京都市京北町で活動している陶芸家のアトリエキクさんの器が届いてます。どれもとっても可愛らしくって料理が映えそうです。この器とかはレースの模様がついてるんですけど、このレースを編むところからされています。キクさんは、京北に移住されて、地元の森を生かす活動をしたいということで、アロマの活動もされてます。香りの森という、商品を、開発されてます。地元の方々と協力して、京北には、北山杉という名前で有名な、木がたくさん生えてるんですけれども、そういった木の間伐材を利用して、アロマを作られて、ディフューザーも間伐材で作られております。今回仕入れてますアロマは、常に置いてるものも中にはあるんですけれど、主にはこちらの杉と、黒文字をメインで紹介してます。アロマオイルってどうやって作るかご存知ですかね。木の中の、精油を取り出して作るんですけれど、こういった状態の、葉っぱのところから、葉っぱとか木向きですね、そういったところを細かく刻んで蒸留して作ります。そして油と水に蒸留したものが分かれるんですけれど、その油の部分がアロマオイルで、蒸留された方が、アロマのウォーターになります。アロマオイルの方が、成分が強いので、ディフューザーに垂らしたりして、使っていただけますけど、スプレーの方は、もう水に溶けてるので、こちらも気になるところにシュッシュッとするだけで大変使いやすいものになってます。オイルはブレンドしたものもありまして、黒文字ブレンド、オープンザドア、黒文字と杉の3種類用意してます。アロマディフューザーにこちらはなっていて、こちらも間伐材で、鹿の方が人間より多いぐらいの地域なんですけれど、鹿をかたどったアロマディフューザーがセットになってます。こちらは、缶に入ってるアロマディフューザーで、中に、焼き物の素材が入ってるんですけれど、こちらに垂らして使えます。香りがいらないよっていう時は蓋も閉められるので、とっても便利です。こちらはアロマブローチになっていて、いろんな色があります。こちらの釉薬がかかってないところにオイルを垂らしてつけると香りを持ち運べます。さっきオイルじゃなくてスプレーもシュッシュッとするだけでっていう話をしましたけど、草木染めのマスクを作れるセットを作ってみました。お客さんでね、マスクに、スプレーをかけると、アロマのスプレーをかけると、木の持ってる殺菌成分がガードしてくれるよっていうのを教えてくださった方がいたので、一緒に置くといいかなと思って作ってみました。こ
ちら玉ねぎだったり、よもぎだったり、過去にいろいろ染めた布、素材はさらし木綿でできてます。とこちら、マスクなかなか手に入らないよっていう声も聞くので、と値段はつけずに、お気持ちでっていうことにしてますので、と気になる方は声かけてもらったら一緒にお送りすることもできます。店内いい香りがするのはとアロマだけじゃなくてフレッシュハーブも届いてます。緑がすごく鮮やかです。とこちら南丹市日吉町のハーブガーデンカシュカシュさんから期間限定で取り寄せてます。とハーブは、お料理にも使えますし、と薬効成分があるものもあると言われてます。とこちら店内には週替わりでいろいろ届くんですけれど、こちらも取り寄せできます。ホームページに取り寄せできるハーブの種類が載ってますので、そちらを見ていただけたらと思います。短い動画ですが、店内を紹介しました。作家さんのところに伺ってインタビューした動画も撮ってますので、順次上げていきたいと思います。おうち時間を楽しんでいただく一つのきっかけになればいいなと思います。ありがとうございました。